ゴンサーロ・でボルボン・イ・バッテンベルグは、スペインの王族、スペイン王子。スペイン王フアン・カルロス一世の父方の王子にあたる。前名は、ゴンサーロ・マヌエル・マリアナ・アルシソ・アルフォンソ・マウリシオ。スペイン王・アルフォンソ13世と王妃で、アルバッテンベルク皇女、ビクトリア・ユージェニーの間の末息子として生まれた。母は、イギリスのビクトリア女王の孫娘の一人だったが、女王に金する。 血友病の保因者でもあったため、ゴンサーロと長兄のアストリアス公アルフォンソピオは血友病を抱えて生まれた。1931年4月にスペインに共和政府が樹立されると家族と共に国外に脱出し、パリやフォンテーヌブローで亡命生活を送った。本来の入学予定先だったマドリード・コンプルテンセ、大学への入学を断念し、1933年に ベルギーのルーベン・カトリック大学工学部に入学した。1934年8月、家族と共に、ベルター・コハンのペルチャフ派にあるラディスラウス・ホヨス・伯爵の別荘で夏の休暇を過ごした。8月11日、長子ベアトリスと一緒に自動車でクラーゲンフルトを訪れ、別荘に戻る途中で事故に遭遇した。ベアトリスが運転していたところ、自転車を避けようとして、 壁に衝突したのである。ベアトリスは軽傷で済み、ゴンサーロも大した怪我がないように見えたため、指定はそのまま別荘に帰った。しかしすぐにゴンサーロ付きの G が王子の腹部の深刻な打ち出血に気づいた。ゴンサーロは心臓が弱いため手術は不可能であり、なすすべなく2日後に亡くなった。19歳だった。意外は、 ペルチャッハの墓地に埋葬されたが、1985年になって、エルエスコリアル修道院内の王子病に移された。ありがとうございます。